今回は滋賀大学経済学部の准教授柴山啓太先生をゲストにお招きしまして、中国問題について論じていただきます。今中国では尖閣諸島における領土問題で反日感情が高まり、デモや不買運動へと広がっております。財界は慌てふためき、また日本政府も相も変わらず融和政策に終始しているようです。柴山先生が9月に上司されたこちらの静かなる大恐慌では、グローバル化の時代は国家間の対立や国内の内紛が激しくなる、つまり世界秩序の崩壊が始まっていると論じられています。この中国問題について、今回は世間で言われていることとは違った視点でお話をしていただくことになります。今日もありがとうございます。それで浅子さんね、説明と解釈を実は僕がね、柴山君に求めてね、はい、僕らの雑誌表現者で議論をね、リードしてくれと、論点をね全部で50個分ぐらいね作ってきて、この MX テレビでね、その50個のうちの1割近くね、4個か5個目立ったところを喋ってくださいと、そういう趣旨なんで、あまり僕に求めないで柴山君に求めて中国を含めた今のアジアをどう考えるかということは、ずっと関心を持ってきまして、これからそのグローバル化っていうものが持つ矛盾とか混乱が次々に現れてくるだろうというふうに予測してるんです。日本ではまだ根強く世界の平和と繁栄につながるんだと、国境なき時代がやってきて、で世界全体がより一層良い社会の方に向かっていくんだというふうに思われてるんですが、いろんな意味で間違ってると。まず歴史的事実を見ても、グローバル化というのは戦前においても、ね、実はあったんだけれども、それは結局2回の戦争とそれから恐慌で終わってしまった。今回も、90年代くらいから本格化して20年経って、いよいよそのアメリカの巨大なバブルが崩壊して、ヨーロッパもああいうことになって、でその影響で中国を中心にこれまでグローバル経済の中で輸出を増やして成長してきたアジアが、いよいよその頭打ちになってくる。特にその急成長した中国にいろんな困難が降りかかって、日本も巻き込まれていくような、そういう混乱が予想されるんですよ。今の尖閣事件であるとか、あるいはこれから中国は指導者は交代しますよね。その中でいろんな、きな臭い話が伝わってきますよね。やはりその大きな視点から解釈しておく必要があるんじゃないかということで、割と熱心にこう中国の問題を調べて書いたという、詳しくは表現者の次の座談会を読んでいただきたいと思います。この番組はエバーライフの提供でお送りします。まず日中関係で一番大きな問題は差し当たり尖閣の問題だと思うんですよね。でこれは今の報道なんかでは、石原元都知事 の、その国有化宣言から始まって、簡単に言うと中国を怒らせたと、それに対していわば反日デモを重ねてるんだって、そういう話になってるんです。 できる限り冷静に対処しようってなってると。その問題に対してやはり相当な違和感がありまして、中国が尖閣を含めその海の方に出てくるっていうのは、もう時間の問題といえば時間の問題なんですよね。歴史を遡ると、第一次グローバル化の時代、戦前の時代も、グローバル化の中で急成長したドイツが急激に軍事力を増やしていって、それが第一次大戦の遠因になったと言われているんですよね。要するにグローバル化の中でこれまで途上国だった国が急成長して、で急成長するってことは軍事力もつけますから、周りの国と軋轢を起こしていく。同じことが実は今中国が経済成長して軍事力を高めていって、自分たちの安全と生存を確保するっていう名目でどんどんこう陸に海にとこ出てきている、そういう状況だというふうに考えれば、今回のようなその国有化の云々っていう事件がなくても、必ずですねその尖閣の方にもう何度も何度も出てくると。でそういうことを想定しながら日本はその中国との関係を考えていかなきゃいけない、
いつもその歴史認識が蒸し返されていて、中国の言い分というのはこうなんですよね。その尖閣というのはその要するに日本が強引に奪ったものなんだって。実際違うんですよ。実際は日本が尖閣諸島を領有したのは1895年で、10年間調査してそこが無主の地であるということを確認した上で、まあ、領有宣言していて、その時当時の中国は一切その反論していなくて、で1970年代に、まあ、資源があると分かってから、まあ、強引にね、あれ俺たちのもんだって言ってきた。だからどう考えても理屈は日本の側にあるんだけれども、それで中国は何て言ってくるかっていうと、いやこれもともと俺たちのもんだっていうだけじゃなくて、あれは日本が強引に奪ったんだと。でその証拠として日本はあの戦争に負けた時にポツダム宣言というのを受諾してるんですよね。そのポツダム宣言というのを見ると、まあ、第8項に海路宣言、1943年の海路宣言というものに基づくんだと書いてある。その海路宣言というのをですね、こう見てみると、日本は満州とか朝鮮半島とか、それからは台湾とかを全部放棄するということの他に、もう一個すごい条文が入っていて、日本が暴力と強力によって略取した国は全て放棄するっていう、それをまあ根拠にして土地を全部返せ、そこの解釈の問題ですよね。これは実は西部先生が昔からこうおっしゃってたこと。カイロ宣言ね、エジプトのカイロ、はい、ソ連のスターリンとチャーチルかな、はい、それと中国のその蒋介石3人が集まって、はい、1943年のね末ですよ。もう日本なんか滅ぼせるってみんな高くって言って、滅ぼした後どうするかってことの相談してたのね。その時にね、暴力とグリード、貪欲ですね、これで盗み取った島々と、翻訳ではね略取、分取ったって言い方してるけどね、原文は英語であるのはスティールね、盗み取りですよ。もうなんだ泥棒扱いね、そういう文章になってるのね。そのあたりの不良少年でも書いたんかってね、ものすごい下品な文章なんですけどね。ポツダム宣言最終的に45年8月に受け入れるでしょ、はい、その中のね、さっき確かめたら第8項にね、海路宣言を踏まえてっていうふうにあるわけさ、そういうものの積み重ねが国際法ルールってもんなんだ。だからね、それだけ考えるとね、ポツダム宣言受け入れってことは海路宣言も受け入れてるから、はい、日本のかつてね旧帝国は暴力と貪欲によって人の土地を盗み取りするね、非常にひでえ国だということを日本は認めてってことになるの。と問題はそれからであってね、はい、国際紛争でしょ、戦争でしょ、しかもね負けた方が受け入れるんだけど、その受け入れ方っていろいろあるでしょ。だって喜んで受け入れる場合とね、いやいや受け入れる場合とさ、はい、一旦受け入れるけど後で復讐してやるぞって受け入れる場合といろいろあるでしょ、はい、これはね一応大喧嘩の末だからね、うん、負けた側は我慢するしかないから乱暴狼藉の文章なんだけどね、とりあえずね分かりましたと、はい、というふうにやってるだけのもんだっていうこと、そういうふうに考えなきゃいけないのに、またバカな外交官が出てきたりしてね、中国のこれに言い分があると、日本は暴力と貪欲の国で盗み取りする国だって認めてるじゃないかなんていうね、またおバカさんが出てきたりしてね、日本じゃなんかこう法律というものをね見るとね、僕江戸時代にはなんか生きてなかったんだけど、お代官様がお触れ書き出すとさ、あれ見てははーって言うでしょ、そういう感じね。例えば勝った国がこのお触れ書き出すとははーしてさ、一行一句ね、その通りだと思うね、情けない国民性がどっかあると思うぐらいね、まあ、そういう話なんだ。これはね本当は日本側の問題なんです。受け入れたけどね、これはあの極めて政治的なね、はい、敗者だから万やむを得ずね、まあ、こういう問題を受け入れただけであってね、こんなことのね歴史観とか文明観を受け入れたわけじゃありませんっていうことを戦後どっかでねきちっとさしとくべきだったのね。しかもその尖閣に関して言えば、あれは日清戦争の最中 で、はい、で日清戦争日露戦争と、それはもうすでに終わってると言いますか、肩がついた話で、で海路宣言が言ってるのはその後の戦争ですよね、の話の中で出てきた議論で、海路宣言対象じゃないんですよ別に、仮にそれ受け入れたとしても。だから全然めちゃくちゃな話で、なんでこういう議論が出てきた時に日本のねなんか外交官、元外交官とかがね、いや中国にも言い分があるって言うのかな。これ外交官だけじゃなくて経済界もまあ、そういうところがあって、日中関係が緊迫化するっていうのはもうある程度このグローバル化の流れの中でほとんど避けがたい事態、それをどういうふうにまあ深刻な対立にいかないようにするかと知恵を絞るということなら分かるんだけど、戦後一貫してそうなんだけども、できる限り怒らせないようにする、できる限りそのことを荒立てないようにするっていう、こう融和外交ですねがずっと続いてきた。1978年の日中平和条約の時に時の鄧小平さんがですね、まあその尖閣問題棚上げにしようと
て、まあ、棚上げも何も、もともと上がってないっていう問題ですよね。でもうそれもまあ強い反応せずに来ちゃいましたし、はい、1992年に中国は領海法というのを制定して、はい、尖閣は中国のもんですっていうふうにはっきり宣言した時も強い抗議もしてこなかった、うん、特にその2000年代は経済関係が強くなったってことがあって、まあ、日本の財界の経済界ですよね、はい、できる限りその中国をあまり怒らせないようにしましょうって、それずっと続いてしまってる。ノーベル賞今回文学賞もらい損なった村上春樹さんが朝日新聞かな、なんかねこの日中問題に触れて、魂の交流としないといけないんだと、もう一つは冷静な態度でね、うん、まあ非常にごもっともなんですよね。魂難しいですね。でもね僕魂の交流、はい、結構俺頑張ってやってるんだけどね、はい、結構あれなんで限界あるもんですね。夫婦でも限界あるんですよ魂の交流、ね、友人だともっと限界あったりで、難しいですね。冷静って言ったってね、もともとこのなだめるでしょ、言う話の言うってね、うん、なだめるっていうのは相手が怒ってる時になだめるわけ、まあまあってね、中国怒ってるわけさ、はい、向こうから言えば日本が怒ってると思ってるわけでしょ、はい、冷静にいかないとかさ、魂の交流うまくいかないからね、あるナショナルボーダー国境というものがねどっかに敷かれるんだってね、うん、もうちょっとね交流もねなんか冷静も必要なんだけどね、なんかそういう綺麗事で天ぷら、言葉の天ぷらあげるっていうことをまだ日本人やってるんですよ。村上さんのことは文学者だからはっきり言って政治にとってはね直接関係ないけど、政府だって今の民主と同じですよね。そういうことやってるんですよ、融和で冷静に魂の交流、まあ、それこそ交流ってことで言うと、まあ相手の立場に立つってことですよね、はい、だから一遍その中国立場に本当に立ってみたらどうだろうって思うんですよ。僕がですね仮に中国に生まれて知識にやってるとした時に、どういうふうに今後中国を導くかと考えたら、やっぱりまずは近代以降海から陸から侵略されてるわけですよね。だから絶対に侵略されない国家を作ろう、で、まあ、経済が停滞してる、だから経済発展していこう。でも経済発展は何のためにするかっていうと、最終的に中国がもう一度大国としてアジアの中で地位をね安定的に確立するために発展するんですよね、はい、そのために必要であれば技術は持ってくる、お資本を持ってくる、でも別に日本と仲良くしたいわけじゃなくて、うん、まあ、中国という国家をまあ一層その安定した発展した大国にしたいっていう、その目的のもとに国を導こうとしますよね。で実際中国はそうやって理解すると着実にその道をまあ歩んでいるとも言えるんですよね。今のところ中国はその毛沢東共産党政権が取って以降まずやったことは核兵器を持つこと、で核兵器を持ってまず国の安全保障の基礎を確立すること、でこれがあればアメリカとか、ね、海からも侵略されないだろう、陸軍を増強すること、でそれが終わって今度海軍ですよね、海からできる限りアメリカやアメリカの同盟国が来ないようにこう外に出していくこと、それのために何が必要かというふうに考えていってる。だから中国は実に冷静にですね、はい、着実にその自分たちの国家のまあ目標に近づいているというふうに理解すればいいだと思うんですよね。65年にね毛沢東が核武装しちゃうんですけどね、中ソ紛争が起こり始めててね、それもう中国知ってるわけですよ、あのソビエトロシアがどれほどそれこそバイオレンス&グリードの国かってことをね、これはやばいって言うんで、もちろんアメリカの問題もありましたけどね、アメリカとソ連が要するに敵だと、何されるかわからないって言って65年にね、ついでまずですけど、あの核不拡散条約っていうのは中国が65年核武装したでしょ、日本もやるに違いないとアメリカが踏んで、日本にやられたらねアメリカは日本を抑えきれなくなるわけさ、いつまでも属国にしておきたいから、日本封じ込めのためにノンプロリファレーション・トリーティー核不拡散条約っていうのは68年ぐらいだったかな、それね、それに締結して、それででも日本のアンコールまだ立派でね、嫌だっつってね、なかなか国会で批准しなかったか、10年ぐらい批准しなかったんですよ、うん、歴史的にね、ある種のこう日本人だけじゃないんだけど、リタリエーション、報復、復讐、これね復讐って言うと日本人やすんねひどいなんて言うけど、そうじゃなくてね、なんか当たり前のこととしてね、甚だしく傷つけられたからにはね、いつか何らかの形でね、
この敵を撃つぞと、はい、リタリエイト報復するぞってね、自分たちの文化のプライド、うん、国家の名誉を守るためにね、それなりの報復はしてみせるっていうことがね、うん、これトップから末端に至るまでって言っても13億15億いますからね、末端なんて言ったって大変なもんだけど、五四運動って1919年だと思ったな、ね、5月4日、はい、五四運動って高校の時に習ったでしょ、忘れた、忘れていいんですけどね、すいません、これはまだあの共産党政府なんかできるずっと前なんですけど、あの第一世界大戦終わった直後だね、終わる頃から日本に対する不買運動、排日運動が学生が始めたの、うん、敵あたりでね、これからね反日運動が顕著な形で一貫にずっと続くんですよ。それがね国民党時代のことも含めて中国の名誉なんですね。特に共産党の名誉っていうのはね、ともかく自分たちが反日運動のあれをやったんだと、はい、共産主義にはもう名誉はないわけさ、うん、共産主義やればやるほどひどくなるってことはソ連でもね中国でも毛沢東時代に経験してますから、うん、だから共産党政府のプライドっていうか正当性っていうのは、反日運動を責任を持ってね指揮したのは、うん、特に1930年代以降だから、自分たち中国共産党であるというね、それが正当性なんですよね、うん、そういうこともあるし、民族感情としてもね、実際にこれ感情じゃないんだな、これあとあなたに頼みたいけど、中国が近代国家として、まあ、よくナショナリズムって言葉がありますよ、はい、その時の核になるものっていうのは、先ほどおっしゃっていただいたようなその五四運動、まあ、これは日本が大化21か条って結構中国に対して露骨な利権要求をしたってことに対して、1915年にねやったよ、それに対して中国の当時のまあ大学生たちが起こって始めた運動で、ここから言ってみれば中国の近代国家がスタートして、まあ中国って言ってもその文化も言葉もね、生活習慣も全然違う大国ですから、それが一つの近代国家にまとまっていくときには、やはりその核がいるんですけど、それがやっぱり五四運動に代表される、まあ、当時の侵略に対する抵抗、まあ、とりわけ日本に対する抵抗ですよね、まあ、それが一貫してずっとあるわけです。今でも何かそのすぐにこう反日デモってのは起きますけれども、それはまあよくね江沢民の愛国教育のせいだって言われるけど、もちろんそれも影響もあるんでしょうけど、もっともっと長いその国家の無意識といいますかね。しかも一つ言われてるのは、中国が今本当はうまくいってなくて格差が広がっててね、少数の金持ちと依然として貧乏な、その格差が、その不満がね直接政府に向けるとまた弾圧されるから、それを反日運動でともかくデモをやることによって、はい、本当の狙いは今の状態は嫌だって、はい、それは日本のねインテリとかマスコミ人士がしたり顔で、はい、実はこれはねあなたの反日運動じゃなくてね反政府運動なんですよなんてやってるの、はい、それはね何割が本当ですけどね、はい、そう単純じゃないと思うね僕は、そうだと思いますね。中国がこれからやはりその国内が混乱しているのは、まあ、もちろん事実なんですよね、はい、中国の内部でいろんな秩序の混乱が起こってくると思うんですが、もちろんその今の景気が悪いっていうこともあるんですが、もっともっと長いそのスパンで起こっている混乱だと考える必要があって、ちょっと話ずれるかもしれませんけど、まあ、日本は自分たちをその近代化に成功した国だと、アジアでいち早く近代化に成功して大国になった、で中国も多分何年か遅れで同じ道を進むんだろうと、だから日本はちゃんと民主主義になったみたいに、中国もいずれ、まあ、何年か何十年か経てば民主主義になるんだ、いわば陣続きの痛みみたいなものが今起こってるんだ、だから、まあ、あまり触らないようにしようっていうのが、まあ、日本の人たちの結構言論人みんなが持ってるマインドだと思うんです。でも多分それはかなり認識を変えるべきところで、まず最初の認識の問題からして、日本は近代化に成功したっていうけれども、確かにそうなんです。ただ近代化って簡単に言うと、例えば経済発展、まあ、工業化、はい、都市に人が集まってくる都市化、それから価値観が個人主義化していくっていう個人化って言われますよね。それから教育の普及で、こういうものって確かに一面では社会を良くするんだけど、一面ではやっぱ社会を大混乱に陥れるんですよね。日本がまがいなりにもここまでなんとか近代国家としてやってこれたのは、近代化を積極的に進めたからじゃなくて、近代化が起こすようないろんな混乱をですね、まあ、なんとかまあ抑え込んだから壊れずにここまで来たっていうふうに考えるべき。これね僕の持論なんですけど、近代化っていう言葉自体は日本人おかしくてね、これもともと英語で言うとね、モーダンね、これの翻訳なんですよね。モデル、模型ね、分かりやすい模型に飛びつくことね。モードっていうのありますでしょ、モードっていうのはあの雰囲気だけども、流行ともよくします。つまり分かりやすい模型がね、大量のこの流行となって世の中に広がるっていうのが、実はモダンっていうことの実質的内容なわけですよ。近代化素晴らしいっていうことをね、ふわけして言うと、分かりやすい模型にみんなしてわーっと飛びつく、
別に今ね日本の自民職に文句つけるわけじゃないんだけど1億2800万人飛びつくみたいなね、そうするとね世の中がおかしくなりますっていうことをね、それ今柴山先生言おうとしてるわけですよ。で日本はとにかくおかしくなってるんですけども、これからいよいよ中国もおかしくなる、中国の経済成長がすげえとかさ、日本のなんて経済界っていうの財界、つまりそういうこと何も分からずにね中国行くわけでしょ。柴山さんの話いいなと思ったのはね、日本の企業は中国の人質になってるんですよ、でも普通人質っていうのは奪われるもんだけど、日本人の場合自分から飛び込んでいくのね、人質にしてくださいって言ってさどっかのね元商事会社のなんとかって人が名前言ってもね、元したいし丹羽さんって人がね、日の丸も奪われてさ侮辱されて情けないことになって、島さんと僕が言いたいのはその報復っていうの、感情的な高まりっていうよりもなんていうかな精神の持ち方としてね、日本っていうのはひどい国を俺たちにしたじゃないかと、俺たちはねまだ今で言えば20、30だから現場は知らないけどね、どうもそういうことは間違いねえようだと、それなら自分たちの国のその国税もっと言うとナショナルアイデンティティとしてね、反日っていうのは当たり前のことなんでしょうと、僕たちはもうほとんどボタンを押せば反日ということになって、これがね特に中国共産党にすれば先ほど言った理由で共産主義をね自慢できないし、自慢できることは共産党のパーティーのアイデンティティも反日運動を率いた我々ってことでしょ、国民だってそれしかないわけね。そしたらこの反日運動はねそんな大それとね終わるわけはない、そんなことバカでない限りは最初から見込んでないといけない、自分たちから飛び込んでいって喋ったらいいけど、結論柴山さんひどいと思わない、日本の人たちもさインテリだけどね、一方ではあれでしょ東アジア共同体もう言ってきた人たちじゃない、もう一つね違った流派の方は日米同盟ですよね、なんかアメリカが何とかしてくれるでしょう、つまり、ね、東アジア共同体もどうにもならないしね、だから誰も最近この半年1年物言わないわけですよ。それから日米同盟、これだってね、だってアメリカは尖閣について何も言ってないんですよ、言ってることはひどいこと言ってるの。アメリカの見解は尖閣諸島に日本の施政権、政治を施す統治する権利はあると認めると、しかし領有権については関知せずって言うんですよ。普通極論するとね、領有してないところにね政治を施すの普通占領って言うんですよ。アメリカの言ってる論理は簡単に言うとね、いや尖閣は日本の領有かどうかのこと知らんけども、長い間統治してるから統治権施政権認めるよ、占領権を認めるよ、ほんと中国を応援してるようなもんなの、中国にとるんだこと言っただろうと、あれは日本が暴力と貪欲で占領してるんだってね、はい、ですからね日米同盟なんても言っておりないわけだ、つい昨日までワンワン騒いでた東アジア共同体って比較的まあ左がかった人、日米同盟だって本当は左なんだけど、まあ、ちょっとそれと比べるとちょっと右寄りの人たちがね尖閣問題についてはまともなこと言えないわけ、尖閣が問題だっていうよりもねこういうことについてまともなことを言えない日本国家は先行きどうなるんですかと、こちらの先生が憂えてるの、僕は年だからもう憂えないの今でも、ね、TPP じゃなくて中国の方が大事だから日中韓 FTA を結ぼうとか、まあ、相変わらず形を変えて言ってるんですが、そのアメリカや中国におもねるっていうことじゃなくて、やっぱり自分たちの軍事と経済を中心に自分たちの国をまず自立するって当たり前のことにやりましょうっていう、そういうことなんですよ、ね、これから混乱する時代はその足元でしっかり国家の基礎を固めなければ、まあ、ダメですっていう、まあ、そういう話ですね。復讐する気持ちがある方が強いと思います、ね、これねそうなの、中国の小説家でさ魯迅って言いますでしょ、はい、魯迅がね手放さなかったテーゼはそれなんですよ、復讐ってことね、自分の正義とか生き方も通じてね、自分というよりも自分のね家族同胞たちが甚だしく傷つけられた時にはね、これ何かの形で復讐してみせるぞという気持ちを手放してしまったら、価値観そのものがね崩れていくというね、やっぱり文化っていうのは歴史的に継承されるものでしょ、どっかで甚だしく歴史文化が傷つけられた時にはね、やっぱ傷つけた者たちに対してどういうその言葉はあれだけども報復をするかという気持ちを手放したらね腰抜け民族になるというね、僕ねその老人の気持ちも分かるどころか、僕小学校1年の時は分かってた、多分日本人もみんな分かってるの、分かってながら表に出すことは乱暴だとか、ヒューマニズムに反するうんぬんっていう嘘話がね、それでも最後になったら
魂の交流でいきましょうと、こうなるようですね。あっという間に時間が過ぎちゃって、すいませんね、わざわざ京都からいらしてくれたのに、興奮しすぎて汗かいてしまった。この番組はエバーライフの提供でお送りしました。今日は柴山啓太先生から日中関係のことを論じてもらいました。次の回は恥ずかしながら小生が近々ですね、とんでもないタイトルのここに書きましたが、金の話という、僕には一番不得手な本を無理やり書いてみまして、それをめぐってですね、あの漫画家の黒金博さんとこの番組に1年前まで出ていただいていたあの秋山祐徳彫刻家の先生ですけど、お二人お呼びしてですね、一体金とは何であるかという、多分3名とも全て話したくない問題について話すというですね、思考で行ってみようと思ってます。